するしない。名古屋どっぽ魔人の至極の一曲。イエーイ。いやもうこなれてきましたね。こなれてきましたね。ということで僕たちは、はい、来てもらったゲストをとりあえず結構使うっていう、ね、そうで僕もう今南波さんに何色のつなぎ着てもらおうかなと思って確かにね、うん、つなぎはちょっとこれでじゃあチェックとつなぎでもなんかレッドだけは絶対ダメん？レッドだけは着させない。あ、この間ね生放送でね、ナンバさんはレッドっていうコメント入ってました、ね、ありましたね。でも僕はレッド狙ってるんで。え、最初からずっとレッド狙ってたので、ね、昇格ってことじゃあもう昇格はできないんですよ多分、僕は、僕はレッドでしょってひなさんに言ったらはって言われたんですよ、でブルーになったんでレッドは入れなくていいんじゃないかな、まあ、それで、ね、ブルーになったことにちょっとブルーになったわけだ。うまいこと言っちゃってもうということでね、至極の一曲始めていきたいと思うんですけども、はい、今回また渋谷さんにはゲストとして、はい、このままやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします、はい、お願いします。さあということでね、早速ねやっていきたいんですが、例のやつタイトルコールかも、はい、いっちゃいます、はい、ではいきます、うん、震災行為誕生坂本正志決断のリーチ。イエーイ、まあちょっと放送が前後どっちか分かんないんですけども、ジャンボ決定戦の、まあ、矢島さんの戦慄のスランクをやらせていただいた後になるかと思うんですが、うん、この最高位も同時期に新しい新最高位が決まったと、うん、で新最高位は我々最高位戦のもう本当生徒会長、マージャン生徒会長と言われているこの坂本正志が誕生した瞬間ですね。今日はその瞬間の一曲を取り上げていきたいと思いますので、まずは早速やっていきたいと思います。はい、では見ていきましょう。はい、こちらがですね、最高位決定戦、全20回、20半ちゃんの最終半ちゃんですね、うん、20半ちゃん目で、現状のポイント状況でいうと、坂本さんと、近藤さんがもう着順、一着順差、この半ちゃんで着順が上だった方が最高位ですよと。あ、シンプルですね。分かりやすい。もう条件は絶対に間違えないっていう、うん、で、今のこの状況でいうと坂本さんが 39,400 点で、近藤さんが 35,200 点、うん、で、これがラス前ですね。ラス前しかも近藤さんの親番だ。はい、4200点差で近藤さん親番と。残り2曲。そうなんで、まあこれはもう近藤さんにとってもそうだし、坂本さんにとってもそうだし、まあ、いわゆるその剣神でとも言える、まあ、本当にここ勝負だよねっていう曲ですよね。うん、確かにそうですね。で今現状何点差ですか？4200点差です。なのでもう坂本さんはここの近藤さんの親番をクリアしたとしてももう一曲残ってるんですよね。そこなんですよね。そうなので、まあもちろんその大きく加点はしたいところではあるんだけれども、近藤さんにも上がられたくないし、ちょっと選択難しいよなっていう局面です、うん、これ実際もうすぐポイント出ると思うんですけど、ペイちゃんの大悟さんにも、うん、もう上がり続けるってもしかしたら最高位になる条件もあるんで、やっぱその最後も自分で決しないとなかなか決まらないっていうのも込みでありますもんね、うん、といったところでこれですね。これなおかつ、まあ、さっき先日のね矢島さんの動画でもありましたけど、これ村上さんと大悟さんも一着順差なんですよね。そうなんですよ。そうなので村上さんも大悟さんをまくる上がりはしてくる可能性が高いと思うんですよね。なので、まあそれだけこう坂本さんにとっては、例えばこう村上さんが自分から高い手を上がる可能性がないわけでもないし、うん、よりそのこう追い込まれていると言ったらあれですけれども、見逃してもらえるとかそういうのはちょっとないですね。そうですね、それはちょっと期待はできないですよね。なるほど。結構ドラがパーソーですね。でも坂本さんの最悪はもうとにかくここで近藤さんが4000オールとかして自分をかなり突き放せることですよね。最悪です ね。お、これでもういいじゃんって言うんですね。でこれも難しいですよね。この段階でじゃあ例えばハツが出たらポンをするのかどうかとか、うん、これ実際どうなんですか？ハツ出たら泣くの？みんな2人は。僕は絶対泣きますね。僕は泣きますね。泣きますね、この段階だったら、うんうん、でもやっぱりマンツもね、カンチャンだし、どこがマンツの2478何が重なっても
テンパイですよね。組めるし、両系テンパイ組める可能性も結構高いですよね。まあなんか流しておきたいですよね、うん、親を。やっぱり今近藤さんの親番を大きくぶつけて、まあ、積もって、うん、それよりも確実に親を蹴っておく方が大事ってことなんですかね、うん、僕はそうですね。特に、まあ、手作業との相談ですよね、そこもね。大悟さん仕掛けてるのはちょっとありますか、何か。大悟さん仕掛けてるんで、まあ、大悟さんに高い手打ちたくないけど、うん、まあ、上がってくれてもいいかなぐらいはありますけど、分かんないですね。そこは難しいですよね。逆に大悟さんが高い手積もってくれるのはちょっと嬉しいよ、うん、嬉しいですよね。ただ自分の報酬だけはちょっとやってないですよね、うん、ただ見てくださいよ、これがやっぱ現最、まあ、この時は現最高位なんで、うん、現最高位の底力ですよね。もうこの親番でこれ入れてくんすよ、ここしかも何切るか結構難しいですね。これ難しいですね。パーマンケマンに手伸びる人も結構いそうですけどね。そうだけどいいじゃん。まあさすがにね、期待かで。そうなんですよね。チーピン切るかね、急走切るかもありますし、うん、だからまあパーマンケマンを縦に引いた時 の、 あのピンズの両面を生かした形の方を重視してるんですよ ね、 ね。さあこれだ、ここ難しい、これは難しい、まあ、来ましたね。選択としたらいくつかあるんですよね。3択ですよね、さすがに、うん、サンタクロースですね。はい、じゃあその時に言えます。はい、三品を返します。はい。はい、じゃあとりあえず保留で2万切ります。はい。三品持ってたけどこれ2万はあ親の現物だな。でも緩和したくないな。三品切ります。はい。そう、その三択ですよね。それ以外はないですよね。うん、それ以外はちょっと難しいですよね。いくらなんでも。うん、でそれぞれの選択にやっぱりメリットデメリットあるんですよね。うん、でまず一つ三品を緩和することのメリットでいうと。まず積も番が増える、はい、ここね、なので、ね、そうなんですよね。臨車杯がめくれるので自分が1回多く積もれるんですよね、うん、でそこで転廃する可能性が、まあ、緩和しない場合に比べると高いというのが一つ、うん、でもう一つのメリットとしたら緩和すると新ドラがめくれるので、うん、打点上昇をする可能性があるというのが、まあ、メリットの一つですよね。で緩和する場合のデメリットとしたら自分の打点が上がるということは人の打点が上がる可能性もあるんですよね。だそれだけもし自分が天杯にたどり着く前に近藤さんなりに上がられてしまった場合に点差が余計に開いてしまうリスクもあると、うん、だからまあリスクリターン表裏一体ですよね。そうですね。関して打点上げて自分が決め手になるか、うん、でも逆に言うと近藤さんの決め手になってしまうかもしれない、うん、そうなんですよね、うん、じゃあ今度は逆にこれ保留して2万を切るメリットってどういうところですかね。2万を切るメリットは、うん、まあ、転廃してから勘なんで、うんうんうん、まあ、一応、まあ、戦う形にはなりますよね、うんうん、もうそのリスクを背負った瞬間がもう転廃抽選じゃなくて上がり抽選が受けられるってことですよね、いつも勘したらさ、うん、裏ドラ見たいみたいな感じで思うけど、この局面は最初渋谷さんが言ってたようにやっぱ上がるってだけでもかなり価値があるってことですよね、うんうんうん、その中で臨戦で積もれてもいいってことですもんね、うんうん、転廃したらすぐ積もれる誰どうシンドラ乗せるっていうデメリットが関するとあるじゃないですか、うんうんうん、それを乗ったけどその局で終わらせられるその臨戦だけで終わらせられるチャンスもあるっていうのもメリットになるのかなと、うんうん、保留してるとね。ただ初ポンとかがちょっとしづらくなったり初ポンしづらくなるのと結局ねえ大体何引いても感しそうじゃないですか次 ね、 ね C1 とかパー1とか、うんうんうん、イーソーとかリャンドーとかウーソーとかスーソーとか引いても感になりそうなんであんまり4枚持っとく意味がないですよね。これがだからちょっと一番やりづらいっていう感じなんですかね。なんかもう逆に例えばこれ先に誰かからリーチって言われました、うん、で3品4枚持ってますっていうシチュエーションなんかちょっとやりづらいですよね、うん、そこが一番ですよね、うん、3品缶もなんかリーチ入ってるからやりづらいし、うん、みたいな。でもどうせ3品切れないからじゃあ缶するかってなりがちなんですよね、うんうんうん、ああリーチ入ってないってことですね、どうせこれ切れないならでもその場合のデメリットで言うと今度はあの自分が転廃抽選を受けているじゃあ例えば何か無筋引いた時にもうその3品4枚を緩和するか降りるかみたいになっちゃうわけですよね、うん、でじゃあ3品が切り切れないから緩和しようって言った場合って相手はもう上がり抽選なんですよ、うん、それに対して自分は転廃抽選なんですよね。だから補充抽選も受けなきゃいけないしっていうのを考えると、まあ、そこにも一つデメリットが、まあ、表裏一体です潜んでるのかなと、まあ、あんまり保留は
しない方が良さそうな感じですよね、うん、となるとね、今度はその産品を紡ぎる場合のメリットっていうのはやっぱり出会いが柔軟ですよね。形かなり良くて、番号を1枚残せるっていうのはやっぱ一番のメリットですよね、うん、ここで、ま、坂本さんが考えたのはもうあの打点向上してぶつけるよりも、うん、近藤さんの親をかわすっていう方に完全にシフトを入れたっていうことにも見えますもんね、うん、この3品つもぎりは、うんうんうん、この3品をキットフトハズポンしてリャンワン切って、うん、サブロス措置してもう一回3品で6品できるという。でもあとめちゃくちゃ手広いですよね、うん、3品つもぎった場合の後にハズポンをした場合ってイースーソーでも天敗、リャングソーでも天敗、チーマンでも天敗、パーマンでも天敗、サブロスソーでもローキューマンでも天敗、めちゃくちゃ経営広いですよ、うん、なおかつ安牌1枚持てるっていうのが今回のこのメリットの中で、うん、じゃあ坂本さんは何、まあ、今選んだのも言っちゃってましたけどね、うん、ちょっと見てみましょうか、うん、これはね、うん、難しい選択でしたね。いや難しいですよね。こちらあれですよ、うん、本当に極限の状態です、ちなみに坂本さんの中でもだって残り2曲ですよ。で今自分がよ上にいるだけ余計ですよね。そう、そこね、これ下だったら簡単じゃないですか、逆に、はい、かすればいいから、ね、打点上げたいですからね。これもうマンツーマン条件とかでね、負けるんだったらもう、ね、来たぜ、一番嬉しいの言いだぜみたいな感じですよね。そして切ったんですよね、うんうん、熟考の末、本当にいざ自分がね、僕もこういう場に決定戦に座ったことって もちろん一回もないので、この場に置かれた時にどう判断するのかってちょっと自分にも想像がつかないですね。つかないですよね、うん、で皆さん多分また坂本昌史さんのことそんなに知らない方も結構いると思うんですけど、うんうんうん、本当に努力の人です。坂本昌史という人間をずっと努力し続けてきて、ようやくたどり着いたこの決定戦に何度も行けそうな時あったんですけど、本当最終日に負けちゃったとかもあって、もうかける思いは本当に人一倍ですし、何より坂本昌史が勝てって思っている人もいっぱいいたんですよね。本当お世話になっている人たちも、ここも特になんならそうですよね。いろんな麻雀で僕は結構麻雀教えてもらった側なんで、本当の思い入れもあるし、渋川さんもなんなら去年ですかね、一緒に勉強会でリーグ戦みたいなのやってましたもんね。5人ぐらいでリーグ戦やって、うんまあ、検討会すごくしてたんですけど、うん、もう僕のもう偉そうなことにも坂本さんはおおその通りだねと、もう丁寧に言ってくれて、あ偉そうな認めてる、人間力だった、そうで、まあ、しっかり僕が4位で坂本さん優勝という、うん、偉そうだった。それでもなおかつ僕はまだ、うん、これは切らない方がいいんじゃないですかとか言ってもああそうかみたいな、うん、素直に。そしていやーリーチだ、このリーチって言われた瞬間見てください、この顔見てください目ん玉入ってましたよ今、来たかみたいな、これね口ムーになってましたからね。でハツが出たんですよね。あ坂本さん統一のハツですね。ちょっと消化しましたね、はい、これ泣く選択もありましたか。やっぱりあったと思うんですけど、ただね泣いて痩せて断敗なくなって、そうしかもこれ泣いた後に出てく牌が全部危険牌なんですよね、うん、まあ唯一チーマン立て重りの時のダパーマンぐらいしか安全に電牌を組めるルートがなくなっちゃうんですよね、初ハツ。ああなるほどね。一応ね坂本さんからしたら初ションパイなのに大悟さんが言ったんで、うんうん、任せてもいいかという気持ちと、うんうんうん、まあ面前で張ったらぶつけようという気持ちと2つあったってことね。あ任してもいいかはありますよね、うん、どうせ初トイレ同士だったんでやはりダメかと、うんうんうん、であとは自分で行くか入局を願うかの2択になってて、そこね。でもこれ一番最初に言ったあれですよね、誠一さんに4000円引かれるのはもう終わりですよね、うん、終わりです。で、まあ、チュンマンパイ問題はこのウーピンですよね。まあどこで初初っていこうかなみたいな感じですよね。めちゃめちゃ皮強いですよね今見てるのは、うんね、万歳1、2、8と9層 EP しか切れたあと全部自敗ですよ、ね、もう皮がね地球で2番目ぐらいですよね。チーピンはまあ宣言入り泣かれてるけど、うん、それでもねここでムスで引いたらどうしたのかなっていう感じですよね。確かに。あー実際ちょっと見たいですね。2本切らなきゃいけないよやめですよね。やめそうですよね。ただここはある意味本当に勝負上げしなきゃいけない局面っていう局面ではありますよ、うんうんうん、ありますね。ここで果たしてベタ押して流局を待つ男に最後に取れるのかという気持ちもありますよ、ね、なんか今この2人の話聞いてもなんか今鳥肌立ったぐらいこの瞬間って
本当に極限なんですよね。しかもね、マサさんってやっぱり人一倍研究熱心で、決定戦にかける思いって多分その、まあ、他の誰かが弱いっていうことではなくて、うん、やっぱりそれだけかけてるものって強いものあると思うんですよね。ありましたね。実際伝わってきましたもんね。本当に超リードしてたのに、うん、ここまでに来るにあたってもね、実際見てない方もいらっしゃると思うんですけど、本当結構なリードがあったんですよね、うん、かなりもう坂本昌史優勝だみたいな感じの空気になってましたけど、そこがやっぱり現最高位のね、日本政治がちょっと待てというので、ね、もう最終戦にようやくまくってるんですよ、ね、でこのポイント差、まあこれは200ポイントぐらいありましたね。ありましたね。着順勝負なんでってなった時にこれですよね。そして今さあ天敗ですよ。運命のローアを引きましたと。これ残り手番何回だ ?1、2、3、4、5、6、7回。6回。そんなあります。6回かな。6回か。5回か。手番ですよね。1、2、3、あ、5回か。まあ、2人合わせるとね、11回ですよね、うんうんうん、ありますけど、さあこれをどうするかですよね。自分飲み手ですよ。で、ウーピンはまあ宣言杯チーピンで、チーピンは3枚切れ、リャムピンには通るんだ。3ピンが4枚切れ、うん、そうですね。ただまあ比較的ウーピン自体は危険度は相対的に見ると基本的には高くはないですよね、はい、リーチすると自分は全部切らなきゃいけなくて、うん、ドラは見えていない。でなおかつサブロストの化粧もそんなにいいわけではないと、うん、あとちなみに1万2000って終わりますよね、うん、打つと終わりますね。終わりますね。流局はもう仕切り直しです、うん、仕切り直しですね。ただこのウーピンがまた面白いことに入り目なんですよね、うん、667に6引いてるんでもう入り目なんですよね。しかも一番行きづらいのは自分が上がっても決め手にならないですよね。そう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 。ああなるほどね、そこ大事ですよね、ただどうしますか、じゃあお二人だったら。僕はもう行きますよ。決め手にならないのに。ただ行くんですが、今言った理由が行かない理由あるじゃないですか。だからこの極限の状態で手が勝手に発を、ね、発は切りたがってんです、間違いなく。もう手ははい、発で回るんだってやってるとこを押さえつけてリーチで行きたいですね。ここで決めたいってことなんですよ。このね、決めさせたくないってことですか。そうそうそう、決めさせたくない、ね、近藤誠一に決めさせたくないっていうことなんですよね。そうで、一応上がると決め手にはならない、完全に決まらないけど一応優位にはなる、うん、というの。ただ手は発を切りたがりますよ、もうとにかく。でもここも真ん中まで行ってるってことですよ。手は初を、だから今春の花と思ってる可能性すらあるぐらいので、これやっぱ大きいのは、例えばその裏位置なり一発の時の1000、2000、あるいは26直撃、2600直撃で、うん、オーラスマンツも変わらなくなるんですよ。あー、それでかいっすね。そうっていうのもありますもんね、まあ、そうなんですよね。なのでまあその致命傷を、なんていうかな、決め手を決めさせたくないのと、自分が、まあ、パーセンテージとしたら高くないにしてもオーラスめちゃくちゃ有利になれる可能性が現実的にある。うん、やっぱりマンツも変わる変わらないって、逆転されるかどうかでいうと めちゃくちゃでかいじゃないですか。でかいですね、うん、いやこれはね、手はウーピンを切りたがるんですよ、もうとにかく。本当にハツを切りながら、これ気持ちいい。リーチって言いながらハツ切ってる感じ。リーチしたいのに報じしたら終わっちゃうっていうあれがあるからね。リーチって言いながらハツ切ろう。大変美しい。でこの極限状態でね、いきます、うん、どうするかですよね。でも、もう汗拭いてこれでも冷静になろうってですよね。これ冷静になればなるほどハツじゃないの。一旦冷静になって考えて考えて、うわって言ってましたね、実際僕は、言ってました、言ってました、うわーって言ってましたね。確かパブリックビューイングの解説してたんですよね。そうなんですよ、僕は実際やってたんですけども、これうわーってなってもう瞬時に枚数数えてみたんですよ、うん、そしたらもう3対1だったんですよ。サブローマ3枚の、うん、サブローソ1枚だったね、やばい、これ坂本まさし勝負決めに行ったのに決められるぞと。だって近藤さん取ったら衛星でしたよね。衛星ですね。本当さ、もうこういうのやってきては勝ってきて、そう、あの本当の選手の強さだよね。本当にね、この勝負強さはやばい、やばい。これ僕見てたんですけど、うん、あ、これは誠一さんかと、ね、2人でサブロッソを掴むサブローマンが、サブローマンが見ちゃうだろうと、うん、思ってたんですよね。あとは裏が乗って決まるかどうかなと。
なんでこの誠一さんのいっぱいいっぱいめくるのってこんなにワクワクするんですかね。いやでも超積もりそうなんだもん、誠一さんって。多分あの同卓してまさしさんも思ってたと思うんですよ。いやこの発想でしょ、さすがに斜めに置きますよ、これは。これだって1万実践あるよ、ね、これだったらもう終わりですよ、ほぼ通過したぜ、しかもそのままの顔見せないぜってなった時にこれですよ。そしてこれが裏、これはね、これも最良の結果ですよね。最良の結果というか、もうこれが審査員行為を決めた瞬間ですよ ね。これ決まりましたよね。逆決まりですよね。これ決まりにはならないけどってなってたのが 4-2が1-4-2だ。4-2がリーボーで 5-2 でオーラス、ハネスモで変わらなくなるんですよね。ハネスモがなくなるっていうのがもうむちゃくちゃでかい、このね、上がりよ。これどうですか、本当に。いやでもこれってそのやっぱもちろん裏ドラが乗るのも直撃できるのも偶然じゃないですか。偶然ですね。でもその偶然を手繰り寄せる土台に立つまでってやっぱりその意思を持った打牌の選択の連続なんですよね、うん、だからやっぱりこれってあの結果的に言うと偶然だけど偶然じゃないと思うんですよ、僕は。なるほどね、うん、これはあの坂本さんが意思を持って築いてきた世界線なんで、あそこでハツを切ってるとウーピン重ねて、よしよしとハツ切ってサブス闇天にしてパーソン引いてさよならと降りて、そうパーソン引きで降りてますもんね。降りますよ、闇天にした人は。で近藤さん一人転敗ですよ、もしくはサブローの相撲ですよ。そう、その未来があったらもう全然違います。全然違いますよ。いやーこれはこれがやっぱあのちなみに最高位決定戦って今まで結構あったんですけど、現最高位から新最高位への補充で決まるっていうのも結構あったんですよ、実は。石橋さんが取った時に村上純さんがもう条件かなりもうずっと連チャンするしかないっていう条件の時に、最後曽木さんと村上さん の、あのマッチレースで2人とも天敗だった時に、うんうん、こっちを生きると石橋さんが最高位になるみたいな、でこっちを生きると曽木さんが最高位になるみたいな局面があった時に、これが村上さんが選んだのは石橋さんが最高位になる方を切ったという伝説の曲もあって、これもまさに現最高位から新最高位への補充だったなっていう、なんか本当因果関係じゃないですけど、すごいなんか感慨深くて、もう僕はもう当然の号泣だったんですけど、これも見た瞬間にだからね、本当勝ち負けを決める意味でも一打の重みっていうのはすごく大きいし、うん、もう逆にその例えば誰かの人生が変わるっていう意味でも、やっぱりこの、いや、この坂本さんが最高位を取れたのってこの選択をしてきたからで、うん、積み重ねだよね。そう、だからその選択が1個でも違ってたら、じゃあ例えばこのリャンマンを残してなかったらとか、うん、まあ、その選択が1個変わってたら坂本さん最高位になってないかもしれないですよね、うん、これ裏の方にだけが唯一決定だったんですね、うん、そう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 、これにおいては。これでもね、やっぱ見てて思ったんですけど、うん、やっぱ決定戦の最後は盛り上がるなと思って、うん、ね、これもう、こんな競って2人のリーチ合戦で、いやもうね、鳥肌ですよ、これ見てるからやばかったもん ね、これは。でもやっぱこれがね、やっぱ決め手になったということで、うん、もう本当にまだまだ知らない人いると思うんですけど、うん、坂本雅史さんは本当にマージャンめちゃくちゃ強いです、うん、めちゃくちゃ強いし、よく考えてるし、この最高位にふさわしい男が本当に最高位になったなと思うので、うん、めちゃくちゃ人望厚いですよね。厚い、だってまあ、とあるプロの発案で坂本さんの、サプライズの祝勝会やったんですよね。ああ、うん、最高位の、はい、団体またいで60人集まったんですよ。それすごいですよね、うん、僕だったら4人とかですよね。僕は日本オープン優勝した時、うん、2人でした。内米人望だから、このジャン、僕がジャンケツやってる時は取ったら今度は4人を目指そうと思ってたら、ね、坂本さんも60人。はあ、はあ、これが違いだ。コミュニケーションの積み重ねの違いです。これが違いだなと思った。本当にかっこいい曲だったなと思いまして、ね、今回は取り上げさせていただきました、ね、そして改めて坂本最高位おめでとうございます。もう一個だけエピソード話していいですか、はい、僕実は20年前から知ってるんですよ。おー、まさしのこと、そう、あの僕が麻雀店で働き始めた頃の、うん、にそのお店に来られてたんですよね。当時、まあもちろん結構な頻度で来ていただいてたので、うん、
顔見知りだったんですけど、まあ当時からやっぱりすごくこう真面目に麻雀に取り組んでいるのはすごく伝わってきて、うん、ただ面白いことに会話したのって僕が最高戦入ってからがほぼ初めてなんですよ。あ、その店は会話してないってこと？そう。坂本さんもあんまりこう好き好んで人と話すタイプではその頃なかったんで。あ、確かにそんな感じ。今でもなんかその好き好んでっていう感じはそんなしないですもんね、うん、そうなのでもう僕としたらその昔から知っている人がもう決定戦の席に座ってるっていうの自体でもう勝手に仲間意識というか、うん、いうのを持ってて、なんかもう僕エリエの最終戦で完成行ったんですよ。もうそこでマサスさんが残っても残ったともう時点でちょっと目がうるっとしてたんですけど、もうそれを見て僕も釣られてうるっとしちゃうぐらい、うん、あこのね、決定戦のね、残るのもね、うん、この朝倉さんとの着順勝負とかもいろいろあったんで、うん、まあ、そこまでの道筋もね、かなりかっこいい勝ち方をしてきてるん で、ね、なおさらでしたよね、うんうん、ということで、皆様いかがだったでしょうか、はい、今回は新最高位坂本雅史プロのもう勝利を決定づけるというか、最新最高位になるための上がりっていう一局を取り上げさせていただきました、うん、そして今回がいよいよ最後かもしれないのでゲストありがとうございました、はい、ありがとうございました。生放送も出ていただいて今回坂本雅史さんのも、はい、もう本当やっぱり仲がいいということもあって、うん、ちょっと渋川さんにはどうしても言ってほしいなと思ったので、はいはい、もう本当に素晴らしい解説をしていただいてもありがとうございました。ありがとうございました。あのチェックのつなぎ探しておきます。チェックのつなぎはゲットだけはちょっとない。ゲットだけは、はい、ということで今後も最高位戦もまた新最高位で坂本雅史選手にも注目していただければなと思います。それではチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。